田を出させないか。しかし強引に抑え込んだ5番の本田、3番の橋本は一旦下がります。中段4番手をキープするか。後方からは8番の関東が上がってきた。8番の関東が先頭に立って残り600の鐘。3番の橋本はどうだ。少し6番手内に詰まるような感じか。ここは4番富岡切り替えて7番手に下がった3番の橋本。4コーナーからホームストレッチ間もなく残り1周。しかしすかさず巻き返した3番の橋本。合わせるように5番の本田踏んでいくが、その横を通過していくか。3番の橋本一気に前を叩いていった。後ろは7番の坂口が追走。3番手に収まったのが8番の関東。その後ろは2番の内海。上がっていった5番の本田。5番の本田が3番手。まだ前とは車間があるが懸命に差を詰めてくる。4コーナーから直線。3番の橋本先頭。追うのは坂口だが差が詰まらない。橋本これは強いゴールイン。2着7番の坂口3